質問はですね、愚痴の煩悩が吹き上がった時は、どうしたらいいのかということですね。愚痴の煩悩が吹き上がった時ということは、人を責めたいということですね。だからその背景には苦しいという心があるわけですよね。まず苦しい、ね、苦しいという心が起きて、その苦しみを、人のせいにする。そうすると人のせいにするとこう楽になるんです、ね、楽になる。ところが楽になる代わりに自分の生きている世界がですね、苦しみに変わっていくわけです。ここがポイントなんですね。自分の生きている世界が苦しみに変わる。それによってまた苦しみが起きてくると。でその苦しみを人のせいにすると楽になる。楽になるとまた世界がね、世界っていうのは一体何かというと、私たちの、まあ、仏教ではですね、由意識ということが教えられていて、私たちの世界というのは私たちの心が生み出すと、こういうふうに教えられています。由意識っていうかね、心が世界を生み出す。ね、由意識というのは心が世界を生み出す。心が、世界を生み出す。この世界というのは一体何かというと、私の世界です。私の世界、私たちはですね、この見えている世界が私の生きている世界だと思っているんですね。ね、聞こえている、触れている、これがね、これが私の生きている世界だと思ってるわけです。だけど、世の中にはですね、一水試験という言葉がありまして、この一水試験というのは、一つの水でも見る人によって見え方が異なるっていうことです。一つの水でもその見る人の心によって見え方が違う、ね、例えば水だったら人間はですね、その水を飲み物として見ると、ね、じゃあガキはと、ガキはそれが火に見えるわ、水が。でじゃあ天人はといったら瑠璃色の大地と見るわけ、水を。そして魚は住処として見ると。これが一水試験ということで、その人の心によって見える世界が変わるわけですね。だから見える世界っていうのは、例えば私が誰かを見た、その人が善人か悪人かということを見せているのはね、私の心だってことね、心だと。でもう少しちょっとね、難しいんですね、この由意識を説明すると。そのここに人がいるとしますよね。ここに人があるとすると、それを私が
を見ます。見るとその私の心の中にその人のイメージが作られるわけ。こういうふうにね、見るとその人のイメージが出来上がる、心の中にね。でこれをですね、仏教ではちょっと難しい言葉で、相分と言います。相分。だから相分っていうのはですね、この私たちの見えている世界っていうのはこの外にある世界ではないんです。その外の世界を見ることによって、出来上がった私のイメージを言うわけ、ね、だから例えばね、わかりやすく言えばね、この外の人が眼鏡が変わったとします。3日前から、ね、眼鏡が金縁から黒縁に変わったとする、ね、それを見た私はどう感じるかと、ね、そんな眼鏡のことに関心を持っていない人ならば、まあ、金縁だろうが黒縁だろうが相分が同じなわけだから気がつかない、ね、つまり私たちがその心の中でこの作り上げたイメージというのは必ず自分の業というね、業によって作り上げられる、ね、この相分というのは業によって作り上げられる。だから業のないものは見えないんです。業のないものは見えない。だからその私たちはね、こう勘違いしてるんですね。この見えている世界はありのままに客観的に物事を見ているように思うんです。だけどそうじゃないんです。客観的に見えてるわけじゃなくて、見たり聞いたり触ったり感じているものを総合的に自分の心、まあ業って言うんですけどね、心でそれを見せているってことです。だから業のないものは見えない。例えば今日何々さんと会った、どんな表情だった、え、どんな表情、いや普通だったよとかねその人には表情を見るだけの業がなかった。だからその人はどんな表情であってもいいわけ、なぜか業がないから。だから業のないものはね、全然見えないんですよ。分かんないんですね。だからその人その人の世界っていうのはその人の業によって生み出されているわけですね。でこれをちょっとね、仏教では難しい言葉で相分って言うんです、ね、この相分というのが自分の業によって生み出されているわけです。ポイントはね、業によって生み出されているものが相分と言われるものなんです。ということは私が日頃、業っていうのはね、日頃どういうことを思ったり感じたりしているかということによって見える世界が変わるってことです。例えば分かりやすく言えばね、ここで言うなら人のせいにしたら、この中には、荒屋敷の中には人のせいにする業が入る。そうすると見えてるこの人は当然私のせいにしてくると思いません？何かあったら、ね、これが相分ってこと。つまり見えている世界が、見える人見える人ね、その人のせいにしてくるような人に見える、まず下地としてね。でその相分に対して私はどう思うかっていうのが、見分っていう。だから普通の穏やかな顔をしているように見えるけど、人のせいにしている人にはその相分がね、怒っているように見える。
そして見聞っていうのはそれをどう見るかっていうんですけどね、どう見るか、このね自分の作り上げたイメージをどう見るかということにも自分の業が入ってくるから、あ、この人はきっと私のことを嫌っているんだなっていうふうに見るわけ。だから見える世界も変わってくるし、見ている自分の心も変わってきてしまう。これがね、有意識っていうことです。だから私たちがその仏教ではね、私たちの世界っていうのはこの外の部分を指してるわけじゃなくて、外の部分を見た私の心の中のイメージを指してね、自分の生きている世界っていうわけ。だから自分の世界っていうのはね、心が生み出すっていうと、なんかこういうものが私の心によってパッと出来上がったと、パッとねこの心によって世界が生み出されているように思うかもしれませんが、そういう意味ではないです。仏教ではここに物があるかどうか、ここにホワイトボードがあるかどうかを問題にしているのではなくて、それをどのように自分の中でイメージとしているかってことです。でこれはねなかなか面白いんですけどね、これを話しているとね時間がこういう何分あっても足りなくなるんですけど、まあでも話したくてね話したいので話をしますと、例えばね子供が太陽をどう見るか、ね、絵を描かせてみる。そうするとね、青色でこんな風に描いたりするわけ。ね、これが子供が最初に見ている世界なんだ。ね、その見ている世界、つまり子供にとって子供の層分ではですね、太陽というのはこういうふうに見えるんです。ところがある程度大きくなると、大人が太陽っていうのはこうやって描くんだよって教えません？そうすると、あれこれ全然違う、色も青だったのが赤になったと、なんで太陽が赤なんですか、太陽赤ですか。赤として見せているのが、私が大人が子供に教えたものなんです。これが一つの言語化っていうんです。つまりあるもののイメージを私たちはあるものに固定化してしまうんです。そうすることによって世の中が楽になるんです。つまり何を見ても太陽っていうのはこういうものだっていうふうに思っちゃうんですね。もともと子供は純粋に見えていたものの世界を見てるんですけど、だけどその世界がいつの間にか親によってね、大人によって一つの、まあ、言葉とか形というものに、統一されていくんです。そうすることによって私たちはその人生を楽に生きていくことができるんですね。何も考えずに、こういうふうに物のイメージをこう一つの抽象的なね、形とや言葉やそういうものにこうね、なんていうんですかね、その決めてしまう心が私たちにあるわけです。これが全てのことに対して起きるんです。ね、こういうふうに私たちは物事をその一つの記号、なんていうんですかね、見えている世界を一つのものとしてこう言語化してしまう。言語化っていうのは言葉っていうね、太陽なら太陽ってことだけじゃなくて一つの記号化してしまうわけ。例えばホワイトボードって言ったらね、子供だったらホワイトボードって見たらね、これは何だろうって言って手で触ったりして指紋をつけるのかなとかね、いろいろ遊んだりする。だけど大人がこれはホワイトボードっていうのは、書くものなんだよっ
て決めてしまう。決めたことによって楽になるけれども、それ以外の考え方ができなくなってしまう。こういうふうに物事を一つの言語に変えてしまうということが成長の過程において起きるわけ。これがですね、正しいイメージならいいですよ。もし間違ったイメージをそれをその言語化してしまった場合ですね、その人は一生涯その世界が歪んで見えるようになるんです、ね、これ怖いでしょ。例えば人と見たら怖いものだという層分が作り上げられてしまったらね、どの人見ても怖いわけ。そういうイメージを作り上げたのは親であり大人なんですね。こういうふうに私たちはですね、自分を苦しめるもとをですね、自分自身がイメージ化しちゃってるわけ。難しい言葉ですいませんね。わかります、わかります、何となく分かりますか。そういうふうに、物事のありのままの姿が見えずに、一つの偏見を見た、偏見の考え方によってね、固定化してしまった世界をですね、仏教的に言うと変化諸種生って言うんですよ。変化っていうのはあまねくってことで、もう全てのものに対してね、その成長の過程においてその正しく認識されずに、ある偏った計らいっていうんですけどね、偏った考え方になってしまって、それにとらわれてしまう状態をですね、変化諸種生っていうんですよ。難しい言葉ですいませんね。ね、変化、この化っていうのは計らいってことで、その計らいっていうのは物事がありのままに見えずに、ある偏見を持った見方に変わっちゃうわけ。そうするとその同じイメージを受けると、常にそういうふうに物事を見てしまうわけ。例えば人のせいにするのはなぜかって言ったら、私を苦しめているやつがいるから。その苦しめているやつがいて、そいつが私を、やつがいて、そいつがね、私を苦しめているから、そいつのせいにしたいわけ。だけど、そういうやつがいるわけじゃないわけです。それ苦しめているやつがいるわけじゃないのに、その苦しめているやつは実は自分自身の心が生み出しているものなのに、それが分からずに、外に世界を生み、ね、見つけ出して、そこに恨みをね、ぶつけてる。確かにそうすると楽ですよ。楽だけど、そうすることによって自分の世界が、苦しみに満ちてしまう。そういう一つの考え方はですね、生まれつきではなくて、成長の過程において同じようにこうね、出来上がっちゃったわけですよ。ね、変化諸種生。だからそういうふうにね、物事を一つ一つその見えている世界っていうのは、自分の成長の過程において、そういうイメージを作り上げてしまったものが多い。例えば誰かが私に対して何かを言った時に、自分を責めているように感じるのは、そういうイメージを自分が作り上げたからです。それが変化諸種生。例えば自分がその人がね、自分に対して話しかけてきた時は、きっと私のことを悪く思ってるんだわとかね、私のことを責めてるんだわとかね、私のことをね、もっと頑張れと言ってるんだわと、こういうふうに受け取ってしまうのは、成長の過程においてそういうふうなイメージを作り上げてしまったからです。そしてそれにとらわれて絶対視するわけね。絶対そうなの、絶対あの人はこう思ってるに違いないのっていうのはね、
それは囚われているわけです。だけどそういうふうに思わせているのは自分の心なんですね。そして今までの自分の思いがそういうふうな世界を生み出していくわけ。ね。で、仏教はそこに注目して、いや果たしてそうなのかってことです、ね、太陽さんをこういうふうに書くのが本当に正しいのかってことです。分かりやすく言えば、それを知的に、あ、違うんだなっていうことが分かれば、その物事をありのままに見ようとするわけ。つまり物事の本質を見ようとする。つまり正しく、このね、太陽さんだったら太陽さんをどういうふうに受け止めたらいいのかっていうね、ことに変えていくっていうことが、まあ、仏教の一つの作業なんですね。それが正しく、まあ、このイメージが正しくね、これ表すことはできませんけど、出来上がったことを炎上実証っていうんですよ。炎っていうのは窓かにってことでね、偏見がなくなった状態。成っていうのは成就ってことで完成した状態で、実っていうのはそのありのままの姿をね、ありのままの姿を完全な状態で、見れるようになった一つ一つをね、これが炎上実証って言ってね、こういうふうに変えていくのが、仏教ではね、仏になっていく道であり修行なんです。これが、これ一つ一つが修行だから、自分の見ている世界に対して絶対しないことが大事なんです。だから愚痴を起こしてしまうのはですね、自分がどうしてもね、人が私を責めているように思ってるからなんです。だから苦しいわけ、自分の生活が。なぜかって人を見たらね、みんな自分を責めているように感じるわけで、電車に乗る時なんて、まあ、怖いんですよね。なんで怖いかって、人の視線が怖い。あの人私を見た、きっと何か私のこと悪く思ってるんだわとかね、こういうふうに思ってしまうのは、自分がそういう周りの世界、周りの人たちに対して責めているから、心で。で、心で責めるから、その周り中の世界が私を責めているように感じて、その世界の中で生きている私はとても苦しいわけです、ね、で、苦しいからまた人のせいにする。人のせいにするとやっぱり世界がね、苦しみに変わる。で、苦しみに変わるからもうまたね、苦しいし人のせいにすると。だから延々と同じ行動が繰り返される。で、この愚痴が吹き上がるのは、要はね、この自分の生きている世界からいつも責められているからね、どんどんこの溜まっていくんです。不満が、苦しみが。もう人が責めてるわけじゃないんですよ。ただ生活しているだけで溜まっていくんです。この何とも言えないね、窮屈感っていうか、何とも言えないこう人の視線っていうか、責められている感がですね、どん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 溜まって、耐えられなくなったらね、ゴジラでブワー吐き出す。ディ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 ってね、もう周り中が敵に見えるわけですよ。お、敵に見えるからまたブワー、そうすると周り中が敵に見えるから、でまたディディディブワーピーブワーで、こんな感じでね、もう思いっきり人を攻めまくるわけですよ。もう攻めまくると、もう周り中が敵だらけに見えるわけ。敵だらけに見えるから、またブワーって吐くでしょ。これが愚痴だけ。だから愚痴で吐いてしまったらね、もうそれはそれでも仕方ないです。それを止めて、その後なぜ吐いてしまったのかっていうと、その自分が人のせいにしているからなんです。だから穏やかな状態になった時に、なるべく人を責めないように責めないように責めないように、そして自分を責めないように責めないように責めないようにしていくと、自分の生きている世界がどんどんと楽になっていく。
そうすると愚痴を言うことも少なくなっていくってことですね。分かっていただけたでしょうか。この辺がねちょっと難しかったですけどね。この辺こういうふうにね、まあ仏教ちょっと難しいものがあるわけですよ、いっぱい難しいのがあってね、その物事をどのように捉えているかっていうのは自分の偏見が非常に多いです、ね、それは小さい時にそういうふうに植え付けられて、後天的にね、成長の過程において植え付けられたものが絶対心になるわけ、絶対的にそうなんだと思っちゃって、でそれ何を見てもそう思っちゃうわけです。それがそうじゃないんだっていうことに気づかないとね。そして正しく物事を見ていくようにするのが、仏教でいうですね、修行の段階ってことですね。物事を正しく見えるようになったら、苦しみがなくなるわけです。だから、仏教にはですね、後天的に植え付けられたものと先天的な心の汚れと2つあります。で、先天的なものはですね、やっぱり直すのには時間がかかると、ね、先天的なものは直すのには時間かかる。だけど後天的なものはその迷いが晴れたら一瞬のうちにガラッと変わるんです。先天的には生まれつきなもの、過去世から引っ張ってきているもの。例えば私たちだったら自己中心的に物事を見てしまうっていうことはね、それは先天的なもので、その強さはね、人それぞれ違うけれども誰しも持っているもので、それを変えるのは時間がかかるわ。わかります？変えるのには時間がかかる。つまり少しずつしか減っていかないわけ。だけど後天的に植え付けられたものは知的なものが多いわけね。知的なものっていうのは自分がそういうふうに思い込んでる。だから思い込んでいるものが大半を占めてるわけね。だからこの世が苦しいっていう人はほとんど思い込みなんです。思い込みで苦しんでるわけ。自分もこの世はどうにもならないっていう人もほとんど思い込みでそう思ってるんです。だからどんなにそのね自己中心的な思いが強かったとしても、私たちはその思いを変えればね、誰しも幸せになれるわけ。その瞬間からね。つまり知的なものはその迷いが晴れた瞬間から変わるんですね。知的なものだけど先天的なものは直すのに時間がかかる。だから一つ一つの迷いはね、その迷いが迷いだと分かった瞬間に晴れます。どういうふうに晴れるかというと、その迷いというものはちょうどですね、遺跡がですね、こう遺跡がですね、地中深くに沈んでいるように心の奥底に沈んでる。その苦しみのもとがね、それをですね、意識の外にこう出してあげるんですね。ね、意識の外に出してあげる。そうすることによって出されたものは風化といってですね、だんだんとそれが苦しみではなくなっていくということです。つまり自分が今この世界は苦しいと思っているほとんどはその知的なものが多くてね、イメージが多いわけ。間違ったイメージが多くて、それは今自分の意識の底に、無意識のところに沈んでいるから自分を苦しめているだけであって、その無意識のものを意識レベルまで上げればね、なんだこんなものでね苦しんでいたんだっていうことでなくなるわけ。
その部分に関して苦しみではなくなるということですね。こういうことです。つまり意識下に、意識の底に沈んでいる状態が遍照実相、そしてそれが意識の上まで上がってきてね、正しく物事が見えるようになったらね、その部分に関しては苦しみではなくなる、正しく物事を見ることができるわけね。それが全てのことに関してできるようになった状態が遍照実相っていうことでね。だからだんだんとこう変化諸種相からね、遍照実相へ近づいていくってことです。で、物事を正しく見える状態へ近づいていく、これは知的なものなので、一つ一つをその考えていけばですね、苦しみがなくなっていくってことです。こういうことです。分かっていただけたでしょうか。難しかった。そうですか、すいませんでした。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩したいと思います。